今大人気のチーカー、見てるだけで癒される。こんなに可愛いキャラクターなんだから、そりゃ人気になるわ。ってそろそろ遊びに行く時間だ、早く行かなきゃ。待ち合わせ場所は、なんだ、あの後ろ姿からして可愛いやつは。それになんかこの色にこの形、見覚えがある気がするんだけど。って、うわー！これは本物のチーカーだー！かわいいかわいい！え、この世界に本当にチーカーっていたんだ！あ、何？人間？はー！ん？ん？あ、あー、ごめん、びっくりしないで。驚かせるつもりはなかったんだ。本当にチーカーはいたんだってびっくりしただけ。僕たちのこと知ってるの？もちろん、今大人気のキャラクターチーカーじゃん。今もちょうどテレビで見てたし。っていうか、こんなところで何してるの？僕たち迷子になっちゃって、自分たちの住んでる場所に帰れないんだ。なるほど。それなら私の友達に名探偵がいるから助けてもらおう。ちょっと連絡してみるよ。見つけた、かわいいちいかわちゃん。もしもし。あ、レオ、私ちいかわに出会っちゃってさ。でも迷子になったんだって。やっと見つけたちいかわ。これは捕まえずにいられない。だからレオの力でどうにか助けてあげてほしいんだけど。わかった、今シオンとチャックといて、そっちに向かってるから急いで行くよ。うん、お願い。みんな困ってるんだよね。あ、なんだこれ。やっはっはー、やったやった、チーカーゲット。僕たち網で動けない。ちょっと待って、あんた何してるのって。もしもし、もしもし。あ、まずい、レオ、チーカーが誰かに誘拐されちゃった。はあ、どういうことだ。いいから早く来て、公園の近く、早くね。ああ、すぐ行く。キン、大丈夫かどうぜ。私は大丈夫だけど、ちいかわが誘拐されちゃったから、早く助けに行かないと。でも、犯人がどこの誰だかわかんないんだよね。どんな人だったかだけでもわかれば。写真は撮ったよ。もしかしたら誰かわかるかもしれないと思って。これ、わかる？これは、この街のちいかわ大好きで有名なキャリーちゃんじゃないかだぜ。その子はどこに住んでるんだ？チャック、知ってるのか？ああ、俺についてくるだぜ。ここだぜ、キャリーちゃんちは。じゃあこの中にちいかわもいるのかな？よいしょ、出てきていいよ、ちいかわたち。なんでこんなことをするんだ。ちいかわのみんなが可愛すぎてずーっと見てたいからだよ。それに誰より私がちいかわのこと好きだから、みんなも私の元にいた方が幸せになれるよ。やーはー、ほら、もう楽しんでる。確かに楽しんでるけど、僕たちを自由にさせてよ。ダメ。あ、そうだ、この日のためにとっておきの衣装を用意したんだった。ちょっとごめんね。うわ、できたできた、ちいかわおめかしバージョン。確かに僕たち可愛い。でも一生ここで暮らすなんて嫌だよ。そうだよ、ちいかわを元住んでる場所に戻してあげなよ。ちいかわがかわいそうだろ。大丈夫、こっちにおいで。無理やりこんなの着させられて脱がしてあげるわね。あ、ありがとう。うわぁ、ハチワレってば、シオンのかわいさに照れてる。ちいかわもなんかデレデレしてるぞ。はぁ、何よ、関係ない人が突っ込んでこないでよね。私が捕まえたんだから、私のちいかわよ。絶対返さないから。いや、
絶対返してもらうから。魔女ばあちゃん、どうやら大人気のちいかわをめぐって揉めているようじゃな。ここはちいかわクイズでどうするか決めたらどうじゃ。ちいかわクイズ、今からわしがちいかわクイズを10問出す。より多く正解した方の勝ちじゃ。なるほど、じゃあ私が勝ったらを返してもらう。いいよ、私が勝ったら一生チーカワは私のものだよ。頑張れ。ふう、やっほー。それじゃあ早速チーカワクイズじゃ。見てるみんなもグッドボタンを押して参加してくれ。第一問、チーカワの意味はなんじゃ。1、小さくて可愛いやつ。2、チーズが好きで川遊びが好きな動物。3、川本チーって作者が作ったから名前から取ってチーカワ。え、そういえばチーカワって何の意味なんだろう。チーカワチーカワってよく聞くけど意味は考えたこともなかったわ。そんなのもわからないの？川本チーって人が作者だから、その人の名前を入れ替えてチーカワじゃないかだぜ。そうだね、わからないから3番のそれにしよう。ぷっぷー、答えは1番よ。小さくて可愛いやつって意味でチーカワよ。答えは1番。キャリーちゃんに1ポイントじゃ。そうなの？まあ確かにちいかわって小さくて可愛いもんね。まあまだどうなるかわからんぞ。次、ちいかわの中で一番年上なのは誰じゃ。1、うさぎ。2、ちいかわ。3、ハチワレ。はいはいはい、これはわかるよ。だって3匹の中で一番言葉を喋れてるのはハチワレだから、ハチワレが一番年上に決まってる。だから答えは3番のハチワレ。ブッブー、答えは2番のチーカワよ。ちなみにウサギは2019年1月22日生まれ、チーカワは2017年5月1日生まれ、ハチワレは2020年5月1日生まれ。だから一番年上なのは2番のちいかわよ。正解じゃ。ってことでキャリーちゃんは2点じゃ。え、生年月日まで知ってるとか詳しすぎない？当たり前でしょ。だから私はちいかわマニアって言ってるじゃん。うわー、やばいぞ。先に2点も取られてしまったから俺たち頑張らないとな。おお、それじゃあ第3問、ハチワレはどこで生活している？1、海。2、山。3、洞窟。いろんなシーンを見すぎてわからなくなってしまった。はいはいはい、今度こそわかる。ハチワレは貧乏で洞窟に住んでるんだよね。だから答えは3番の洞窟。3番の洞窟、正解じゃ。少し早く答えたキツにやっと1点じゃ。では4問目、ウサギはどんな性格？1、よく叫ぶ。2、可愛こぶる。3、泣き虫。はいはい。お、いい勝負じゃったが、ケイちゃんの方が少し早かったから回答権はキュウちゃんじゃ。やったー、これは1番のよく叫ぶ。だって出会ってすぐからもう叫んでたもん。ウサギといえば常にテンションが高くて自由なところも可愛いぜ。何叫んでんのかわかんないところも可愛いわよね。答えは1番のよく叫ぶ、正解じゃ。こんな状況なのに一人だけ楽しんでるもんな。それじゃあケイちゃんも1点。
入り、ニテンドウ氏の同点じゃ。次、第5問。ちいかわは何をしてお金を稼いでいる？ 1、草むしり。2、パン屋さん。3、勉強。なんだろう。こんな可愛い見た目だから、パン屋さんとか似合いそうだな。かね、かね。違う。ここは、こうやって、は、うん、は、うん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 。想像しただけで可愛い。でも、ハチワレは勉強をしたから、言葉を喋れるようになったっていうのはあるかもしれないぞ。何言ってんの？ちいかわマニアからしたら、こんな問題余裕よ。他にもいろんなお仕事をしたけど、有名なのは草むしりよ。ちいクイズ、ケリーちゃんにプラス1点で3点になったぞ。そして草むしりのことに詳しいなら、次の問題もわかるかな。うさぎは草むしり検定何級じゃ？1、1級。2、2級。3、3級。はいはいはい、これは簡単、3級。確か、ハチワレは検定5級で、ちいかわは何度も落ちてるんだよね。それに比べてウサギは3級。なかなかすごいよね。正解じゃ。わかってたのに答えるのが早いのよ。ふん、答えたがちだもんね。ケイちゃん追いついて同点。この勝負どうなるかわからんぞ。では7問目。ちいかわのアニメは何曜日にやっている？1、月曜と木曜。2、火曜と金曜。あれ？何曜日だったかな？月、火、水、木、金、土、日。毎日 YouTube や録画したちいかわ見てるから、いつが放送の日だったか忘れたし。これは私わかります。答えは火曜と金曜。私学校行く前にいつも目覚ましテレビ見てるんだけど、火曜と金曜はちいかわがあるから絶対寝坊しないんだよね。正解じゃ。見たことない子は火曜と金曜の7時40分頃から放送してるから、ぜひ見てみるといいぞ。とおっと、ここでなんとケイちゃんが追い越したわ。おお、やったぜ。あと3問、絶対に正解してちいかわを住んでる場所に戻してあげようぜ。うんうん、頑張ろう。ふん、最後まで諦めないんだから。では第8問。ウサギがよく言う言葉は？1、ピューイ。2、ヤハ。3、イエーイ。どれじゃ？ウサギがよく言う言葉？やっはっはー、やっはー。こんな状況なのに一人だけ楽しんでるもんな。あ、あれだ、めちゃくちゃ言ってた2番のヤハだ。2番のヤハ、正解じゃ。やっはー。そしてなんと2点差でケイちゃんが勝っておるぞ。いよいよ結果が気になりだす10問目。栗まんじゅうはよく何を飲んでいる？ 1、 お酒。 2、 水。 3、 ジュース。あれ？これ誰？ハチワレでもちいかわでもウサギでもない子が来たわね。見たことあるけど詳しくは知らないぜ。でもこれ簡単じゃないか？だってこんな可愛い見た目の子がお酒なんか飲むわけないし、水を飲むぐらいならジュース飲むだろう。うんうん、答えは3番のジュースじゃない？はい、ブッブー。栗まんじゅうを知らないなんてちいかわマニアとは呼べないわ。栗まんじゅうは可愛い見た目してるけどおじさんみたいなのよ。お酒とおつまみが大好きでいつもお酒を飲んでる。だから答えは1番のお酒よ。正解じゃ。見事キャリーちゃんが追い上げてきたな。
この結果どうなるか。では10問目いくぞ。ちいかわの苦手な食べ物はなんじゃ。1きゅうり、2アスパラ、3ブロッコリー。はいはいはい。お、同じぐらいのスピードだったが、少し早かったのはケイちゃん。やった答えはブロッコリー。私と一緒でブロッコリーが苦手って覚えたんだ。うんうん。ちいかわが嫌いなのはブロッコリー。正解じゃ。やったー。ってことでこの勝負勝ったのはケイちゃんじゃ。もらうよ。そして二度とちいかわを誘拐しないでね。ちいかわたちは自由に暮らしていきたいんだから。わかったよ。ってことでちいかわたち、住んでた場所へ帰ろっか。ありがとう。ってことで無事ちいかわたちを取り返すことができました。みんなはちいかわ知ってた？知ってたよって子はチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次の動画でね。